CloudDB, 皆様おはようございます高橋和弘と申します本日は Oracle-19C 以降の性能検討ポイントについてお話しさせていただきますよろしくお願いします簡単に自己紹介をさせていただきます 私は NTT データの公共社会基盤事業推進部技術戦略担当に所属しておりまして、えー、様々な大規模システムの現場でデータベースの技術支援をしております技術領域はオラクルやエクサデータで最近 OCI も触り始めたところです JPOUG や MOSC といったオラクルのコミュニティ活動も行っております 本日ののアジェンダはこちらの通りです本日お話しする内容は2017年から2021年にかけて私が DB チームのリーダーとして携わりました大規模ミッションクリティカルシステムの基盤公開プロジェクトの経験に基づくものです。具体的にはオンプレ1 1 g r 1及び9 i r 2のデータベースを 19C Exadata X7-2 で公開した案件です時期的に案件開始当初は 12C R2 からスタートしまして2019年春にロングタームサポートである 19C にアップグレードを経験しております今回はこの案件での経験を振り返りながら 19C 以降におけるオラクルの性能検討ポイントについて 特に設計段階で検討しておくべきこと知っておくべきことにフォーカスしてお話ししたいと思っています具体的にはオプティマイザーの移行保留統計の活用スマートスキャンの活用テスト効率化この4点に絞ってお話ししますはじめにオプティマイザーの移行についてお話しします オプティマイザーの移行という言葉自体あまり聞く用語ではないかもしれません。今回のシステム公開案件においては旧システムのオプティマイザーの挙動を新システムでもなるべく踏襲したいという暗黙の要件がありましたので詳細設計からパラメーター設計にてオプティマイザーの移行という考え方を導入しました。今回の進め方について大きく4つのプロセスに分けてご説明しようと思います。 まず1は移行基本方針策定です。ここでオプティマイザーの動作についての基本方針を立てます。次に2として初期化パラメータ設計です。ここでは基本方針に基づきトップダウンとボトムアップの2つのアプローチを利用しパラメータを精査決定していきます。そして3は統計情報運用設計です。 実行計画のベースとなる統計情報の運用について、新システムのバージョンを考慮した運用方法を決定します。最後に丸4、性能試験・チューニングです。ここで、顕在化した問題について個別にチューニングを行っていきます。もちろん、初めからこのようなきれいな進め方ができたわけではありません。特に丸1から丸3は、行ったり来たりしながら試行錯誤して進めていきました。 振り返った結果としてこのようなプロセスに整理できたという程度にご理解いただければと思いますそれではそれぞれのプロセスについてもう少し詳細にお話ししていきたいと思います丸1移行基本方針策定ですこの公開案件においてオプティマイザーに求められる要件の一つは現行システムの実行計画を踏襲したいということでした もちろんミクロなレベルで現行当衆の実行計画が最適とは限りません。オプティマイザーはオラクル社が時間とリソースをかけて改良してきており個々の SQL で見れば新しいバージョンではより良い実行計画が得られる可能性が大いにあります。しかし数万を超える SQL を前にした時現行で問題なく動作していたという実績が新システムにおいても活用でき ハードの性能向上の恩恵を受けられれば、ほとんどのケースで性能要件を満たすことができるだろうとも考えられます。もう一つの要件は、安定運用、つまり運用中の実行計画の変動は極力抑えたいという要件です。誰しも運用中の実行計画の変動により、予期せぬ性能劣化を招くようなリスクは排除したいと考えると思います。 では、これらの要件をどのように設計方針に落としていけばよいのでしょうかこちらの図は、データの変動に伴い、実行計画が変わるまでの流れを示しています大きくは、実行計画を変動させる契機となるハードパースと、実行計画を立てるベースとなる統計情報の2つが実行計画に影響を与えますオラクルには、これらの流れを制御する様々な機能が提供されております これららの機能から検討ポイントをを洗いい出し、基本方針を立てていきます。例えば、えー、この公開案件ではそれぞれについて原稿を踏襲するもの見直すもの新機能を採用するものを決めていきました参考までこちらが適用問い合わせ最適化の利用方針を整理した例です。 適用計画適用統計とそれぞれの機能に対し現行システム特性を考慮し新システムでは利用の必要はないというふうに整理しております続いて出荷パラメータ設計です。まずトップダウンのアプローチとして新機能や未サポートのパラメーターを精査していきます 11G からの移行では適用問い合わせ最適化のパラメータを確実に設定することが重要です。12C からは動的に統計情報を取得したり実行計画を変更する機能が強化されているためそのあたりは特に注意して設計が必要です。またダイレクトパスロードのオンライン統計収集もデフォルトで有効となっているので注意が必要です。次にボトムアップのアプローチです。 ここでは現行パラメータ調査を行い現行から引き継ぐべきパラメータを精査していきます具体的には新旧システムで10053トレースを取得しオプティマイザ関連のパラメータ値の突合精査を行っていきますトレースの取得方法はこちらに記載のとおりで SQL の前後にイベンツで10053を仕掛けるだけですパラメータ確認をするだけなので どんんな SQL でも構、ま、いませんパラメータ値が新旧で一致していないものについて特に旧システムで明示的に変更しているものについては理由を確認し新システムで取り込むべきかを精査すると良いと思います。ただし隠しパラメーターについてはサポートシーズンもと変更するという考え方から取り込むにしてもサポートに確認を取ることをおすすめします。 参考まで、こちらは私の手元の環境で取得した10053トレースの出力例です。トレースの始めの方に、オプティマイザーの動作に関連する出荷パラメーターの一覧が出力されています。実際、これらのパラメーターを新旧で突合していくわけですが、異なるものの中でも環境に依存するような値や、 そそもそも新システムにしか存在しな,いしないようなパラメータは排除できますので精査の必要なななパラメータとといいいうのははすほど多くはならないと思いますちなみにオプティマイザーのパラメータ確認は V-SYS オプティマイザー演武でもできますが10053トレースは隠しパラメータも含めて表示されるので精査するには網羅性という意味で10053トレースをおすすめしたいと思います。 参考までこちらが精査した結果のオプティマイザ系の初期化パラメータの例です赤字の部分がデフォルトから変更したものです例えば適用問い合わせ最適化使わないように、えー、設定値を変更しています次に統計情報運用設計についてお話ししていきますまず 統計情報の運用を考えるにあたって全体像を整理しておきます。統計情報は、オブジェクト統計、ディクショナリー、固定統計、システム統計の大きく3つに分類されます。オブジェクト統計はスキーマの表や作品の統計情報で、通常統計情報といえばこれを指すことが多いと思います。ディクショナリー固定統計は、 オラクル内部で管理されるディクショナリや、その元表である X ダラー表の統計情報です。通常、ユーザーが意識する必要はありませんが、これらも統計情報を持っています。最後にシステム統計です。これは CDB にしか存在しませんが、IO や CPU 性能に関する基礎性能値を表す統計情報です。また、統計情報の取得方法については、 自動統計情報取得を利用することが一般的ではありますがシステムによってはジョブ等で統計情報取得処理を作り込む必要があるかもしれませんこのこのようなマトリックスを使い設計上考慮すべきポイントを具体的に決定していきます例えば、まあ、今回の公開案件では統計取得は自動統計情報取得を使うオブジェクト統計は保留統計を使う ヒストグラムのバケットサイズは、現行を踏襲するため、サイズを254メソッドオプトに設定する、といったことを決定していきました。丸 ④ 性能試験最後に、性能試験で顕在化した問題を個々に対処していきます。こちらは実際に発,発生した性能問題の例ですが、それぞれの事象について、 直接原因、解析、根本原因、対処、横並びのプロセスを回していきますこの中で特に難しいのは解析の部分でここはどうしても有識者の力が必要となる可能性が高いと思います例えば1、2の、えー、事象など実行計画が悪いというところまではすぐわ、えー、かるのですがなぜこの実行計画になるのか というレベルまで解析しようとすると先ほどご紹介した10053トレースを読んで理解できる SQL チューニングの有識者が必要となると思いますまた3のケースは DWHK の夜間バッチ処理で通常数分程度のフルスキャン処理が数時間もかかるほど遅延したという事象だったのですがこの解析では オラクルの遅延ブロッククリーンアウトやエクサデータのスマートスキャンといった総合的な知識が必要となるためパッシュや AWR の待機イベントをもとにチューニングできる有識者が必要となります。参考まで先ほどの10053トレースで実行計画はどのように決定されているか見てみましょう。つつの表の表結合について 実行計画を立てる時のコスストト計算のトレースが出力されていますこの例では複数の結合方法の中からハッシュ結合が最もコストが低いとオプティマイザーが判断したことがわかります。この結果2つの表をハッシュ結合とする実行計画が得られていることがわかります。 参考まで交番3で発生した遅延ブロッククリーンアウト事象について少し詳細に説明しましょうバッファキャッシュに収まりきらないような大きな更新トランザクションを実行するとブロックが未コミット状態のままストレージに書き込まれます Oracle はコミット時にこの状態を変更しません代わりに次回セレクト時にアンドゥを参照しコミット済みに変更する ということを行いますこのコミット済みに変更するという処理を遅延ブロッククリーンアウトと言います先ほどの3で発生したケースを見てみましょうある表にトランケートインサートを行いますインサートはコンベンショナル型を利用しているためバッファキャッシュを経由しますこの際他の更新トランザクションが並走しており バッファーキャッシュが不足しミコッットト状態でブロックががストレージに記録されるとということが起こ起ります。数時間後この表をフルスキャンにすると通常スマートスキャンで高速に処理されるはずがこの遅延ブロッククリーンアウトによりスマートスキャンは阻害されてしまい未コミットブロックをアンドゥを使って解消する処理で遅延が発生してしまうということが起こります。 なお、一度クリーンアウトされてしまえばまたスマートスキャンが正常に動作するため遅延事象が再現しないかつ問題が作り込まれているのが遅延発生時間帯ではないということがこの遅延ブロッククリーンアウトの解析を難し,難しくする一つの要因です。こういったスマートスキャンの特性については後ほどもう少し詳しく説明したいと思います。 2番目に保留統計の活用についてお話しします。まずはじめに保留統計についておさらいしておきましょう。保留統計とは統計情報を取得したタイミングで即時反映するのではなく一時的に保留状態にしておき任意のタイミングで反映することができる機能です。これによりエクスプレインプラン4等で実行計画を反映前に 確認することができます統計情報を取得によって突然実行計画が変わり性能劣化を招くような事態を未然に防ぐことができる便利な機能ですではこの保留統計の機能を今回の公開案件で実際にどのように使ったのかについてお話しします旧システムでは ももとと実行計画変動のリスクに対処するため毎朝実行計画をエクスプレインプラン4で取得し実績のある実行計画と比較し差が出た場合は駆けつけ対応を行うという運用をしてきました公開にあたりこの運用負荷を下げるため保留統計を使うように見直しました。具体的には表の 保留統計を有効にし、エクスプレインプラン4を保留統計に対して行うように変更しました。そして、実行計画チェックは各週に1回行い、問題ないことを確認してからパブリッシュする公開するという運用に見直しました。この結果、駆けつけ対応は不要となり、運用負荷を下げることができました。 ただ、えー、保留統計を実際に使う中でいくつか問題がありましたいずれも対処方法はあり運用上は問題ないレベルのものではありますがここで簡単に紹介しておきたいと思います一つ目の問題は保留統計取得の性能問題です保留統計は溜め込むと 統計情報を取得に時間がかかることがあるという事象ですこれは保留統計を取得する際にヒストグラムの履歴を内部的に削除するのですがこのデリート分が遅延するという事象です実はこの事象自体は基地事象で参考に示したドック ID を見ますと保留統計は溜め込まずに パブリッシュするということが推奨されておりますただこのデリート文の実行計画を見ますと適切な作品を使えば性能を改善することができるということがわかります例えば対処方法に記載の SQL パッチのようにヒントで使用する作品を指定することで性能を改善することができます もちろん、この方法はあくまで対処の一例で一般的に推奨されるものではありません。バージョンや環境により SQLID や実行計画は変わるためサポートへの確認と十分な動作確認が必要だと思います。2つ目の問題は保留統計を取得すると表が有権であるにもかかわらず のの統計のナムロローズがゼロになってしまううという問題です発生条件としては表のパブリッシュされた統計ナムローズがゼロでかつ保留統計を使っておりかつギャザーテーブルスタッツでカスケードオプションを有効にした場合に発生するということで運用上はかなり密地で局所的な問題ではあります。 こちらのサポートに確認したところ新規不具合ということで今後のリリースで修正される予定とのことですがそれまでは対処方法に記載されたような SQL で問題のあるようある可能性のある作品を確認するということを行うと良いと思います。また再現ケースは 参考に記載されておりますコミュニティのスレッドで報告されていますのでご自身の環境で再現するか気になる方はご確認いただければと思います続いて3点目のスマートスキャンの活用についてお話しします今回の公開案件では 移行アプリケーションの中で大量データロード・変換を行う処理があり性能要件を満たすためにスマートスキャンを積極的に利用しましたご存知の方も多いかと思いますがスマートスキャンとはクエ e の一部処理をストレージにオフロードすることでフルスキャンを高速化するエクサデータ特有の機能ですアプリケーションからは透過的に実行されるため 通常は意識すすることなく動作します通常のオラクルでは図の左側にあるようにフルスキャンを実行すると関連するブロックすべて DB サーバー層でフィルタリング処理を行いますこのため実際は不要なデータもストレー,ージ層から DB 層へ転送されることになります一方エクサデータのスマートスキャンでは フィルタリング処理はストレージサーバー層で行われるため絞り込まれた状態で DB サーバー層へ返却されますストレージ層から DB 層へ転送されるデータ量が大幅に削減されるため性能改善が実現できますここでは EcoAP でスマートスキャンを使った経験からその制御方法具体的には発生条件と 阻害,要阻害要因についてお話ししたいと思いますまずスマートスキャンの発生条件について見ていきましょう三つある発生条件のうちエクサデータであることフルスキャンであることは自明かと思いますしかし最後のダイレクトパスリードであることという条件は少しわかりにくいのです ダイレクトパスリードのロジックは非公開かつバージョンによって異なるためです私の経験からダイレクトパスリードの発生条件のポイントは以下3点と考えていますバッファキャッシュサイズに対するセグメントサイズの割合で制御される具体的には STT、MTT、VLOT という3つの敷地が出荷パラメーターで設定されています シリアルとパラレルでダイレクトパスリードに切り替わるポイントが異なるつまり判断ロジックが分かれているということですそしてバッファキャッシュにオブジェクトが載っているとバッファキャッシュが優先されることがあるということですこの挙動を理解するために次に NSMTIO トレースをご紹介したいと思います ダイレクトパスリードの発生条件を確認する方法として NSMTIO トレースがあります。取得方法は簡単で確認した SQL の前後に NSMTIO のイベントを仕掛けるとこちらの取得例のように NSMTIO のトレースが出力されるようになります。NSMTIO の部分を確認していくとダイレクトリードという文言があるのでダイレクトパスリードが発生していることが簡単に分かります。 ちなみにダイレクトパスリードでない場合は、No Direct Read というメッセージになります。ここで注目したいのが、ダイレクトリードの直前にある QERTB フェッチ関数のトレースです。これがダイレクトパスリードを判断する関数で、この例ではオブジェクトサイズと MTT や VLOT と比較していることがわかります。 この MTT や VLOT というのが先ほどお話ししたダイレクトパスリードの判断に使われる式位置です。トレースの値から逆算すると STT、MTT ST、VLOT という3つの式位置がありバッファキャッシュの2%、10%、5倍になっているということがわかります。この他メッセージの内容からキャッシュの読み取りコストや圧縮の状態も ダイレクトパスリードの判断に関係していると考えられます。参考までに、昨年末、私の手元の19.3の VM 環境で確認したダイレクトパスリードの発生条件がこちらの図です。セグメントサイズを変えながら、STT、MTT、VLOT の敷地をまたぐところで、NSMT-IO トレースのメッセージがどう変わるかを検証した結果です。 手軸はセグメントサイズで STT、MTT、VLOT の式位置を示しています。そしてクエリがシリアルの場合とパレルの場合に分けて確認をしています。これを見ますとシリアルの場合はセグメントサイズが2%を超えたところでダイレクトパスリードが発生し始めるのに対して パラレルの場合は2、2%以下でもダイレクトパスリードがが発生すす。ることが分かりますもちろんこの挙動はバージョンに依存するためこの結果自体をのみにはできませんが少なくともこのような方法でダイレクトパスリードの挙動を確認することができるという点は押さえておくと良いと思います。 次にスマートスキャン発生条件を満たしたとしても阻害要因があると必ずしもスマートスキャンにならないという話をしておきたいと思います一つが先ほどお話しした遅延ブロッククリーンアウトもう一つが断片化ですこれら阻害要因があるとスマートスキャンのはずがシングルブロックリードが多発し SQL からは遅延が発生したように見えます具体的には AWR 上の上位にセルシングルブロック・フィジカルリードの待機イベントが大量に出ることが確認されますそしてアッシュを見ると遅延ブロッククリーンアウトの場合はアンドゥへ断片化の場合は対象としている表へのシングルブロックリードが確認できますこれらはいずれもストレージサーバー単体でスマートスキャン処理を完結できないという点で共通しています ジェンブロッククリーンナウトはパッファキャッシュでアンドゥーを使ってコミット済みに変更しなければならない断片化は複数ストレージサーバーにまたがったブロックをパッファキャッシュ上で処理する必要があります対策としてはそれぞれの阻害要因を取り除くしかありませんこちらの表に それぞれの阻害要因に対しての解析方法及び対処策をまとめています。基本的にいずれの遅延対策もクエリ実行前の表の状態をスマートスキャンの阻害要因を取り除きスマートスキャン実行に適した状態にするという点がポイントです。まず遅延ブロッククリーンアウトについてです。こちらはアンドゥーブロックへのシングルブロックリードが発生することリランで再現しないこと というのが簡単な判断ポイントです対処策としてはいくつかありますが最も簡単なのがバッファキャッシュの拡張ですまたロード時にダイレクトパスインサートを使用しバッファキャッシュを回避することも有効かと思います続いて断片化についてですこちらは表へのシングルブロックリードが発生すること表が断片化していることが判断ポイントです 一概には言えませんが、断片化率が10から20%を超えていたら疑った方が良いかと思います。対処としては再編成がもちろん有効ですが、そもそも断片化をなるべく発生させないよう、ダイレクトパスインサートを利用することも有効かと思います。特に255カラム以上の表では、コンベンショナルよりもダイレクトパスインサートを利用することで、 行列鎖による断片化を回避することができます参考までこちらがエクサデータの Io 統計を1枚にまとめた図ですこれはエキスパートオラクルエクサデータという書籍をもとに作成したものです大きく上がデータベースサーバー下がストレージサーバーそして矢印がデータの流れを表しています ここでデビサーバーからフルスキャン、コンシステントゲッツが発生しますと、ストレージサーバーの方に IO 要求が飛びます。各ストレージサーバーではフィジカルディスクから対象のブロックを読み取りますが、ストレージインデックス、フラッシュキャッシュ等を経由して、こちらのスマートスキャンの箱の中に入ります。 このスマートスキャンの箱の中は、まあ、いくつかのレイヤーがありますが最終的にこちらがスマートスキャンによりオフロード処理されたブロックになります。こちらがデータベースサーバーに返却されるという流れになります。ここで注目したいのは直接 DB サーバーへ返却する矢印の流れです。 ここがスマートスキャンの阻害要因によりシングルブロックリードでデータを返却する流れになっていると思われますこのような IO 統計の流れを理解することでストレージサーバー内で何が発生しているのかの理解を深めることができると思います最後に4点目のテスト効率化についてお話しします 設計段階で試験環境のデータベースをどのように維持運用するかを考えることは重要です。今回の公開案件ではデータベースを構成するオブジェクトとそのライフサイクルに着目しこちらのマトリックス表のように試験環境の構築リストア戦略を立てました。というのも100を超える DB を構築維持管理しなければならないので 手作業でやっていたのでは、試験のスピード感についていけないと考えたからです。今回は、Oracle のバックアップリカバリ機能やマルチテナントの機能を適材適所に活用することで、柔軟でアジリティ高い試験環境の実現を目指しました。例えば、面の追加 PDB クローンを用いる、データ戻しは R マンやフラッシュバック DB を用いる、といった工夫を行いました。 その上で、今回特にお話ししたいのが、DB 断面戻しの効率化です。原子比較といった機能試験や、負荷性能試験といったシステムテストでは、DB 断面戻しの効率化が試験効率化、引いてはアプリケーション品質に直結すると考えています。単純なエクスポートインポートでは、DB 規模に応じて時間がかかりますので、限られた期間でテストシナリオをこなすためには、 環境やテストデータ規模に応じた最適な DB リストア方式を選定することが求められますこちらの表は各環境でどのようなバックアップリカバリ方式を取るか整理したものです大規模環境ではデータが数テラバイト規模となり R マンフルリストアでも3時間程度必要でしたがフラッシュバック DB を利用することで これをおおむね30分程度に短縮することができました1回の短縮時間は大したことないと感じるかもしれませんが実際にはリストアはテストのたびに何度も何度も実行されますまたバックアップリカバリシェルを準備し夜間にテストを自動実行することで一定の期間に全ての試験シナリオを消化することができましたトータルで考えるとテスト効率化にかなり寄与したと考えています ここでフラッシュバック DB について、R マンと比較しながらご説明しますフラッシュバック DB の利点は、何といってもリカバリが高速なことでしょう DB フルリストアは不要ですまた、リストアポイントの取得は瞬時で完了するため、何度も少し前の断面に戻したいという場合に非常に適していますフラッシュバック DB の副作用としては、フラッシュバックログが出力されることです 追加で IO の負荷が増えることそしてその領域管理が必要となることです保持期間・更新料に応じた領域が必要になりますがこれがあふれると DB が停止しますので余裕を持った設計にしておくと良いと思いますフラッシュバック DB のリカバリ時間は更新料に依存します通常の業務試験では DB 全体を更新することはないので RMAN のリカバリと比較して十分高速ですまた業務試験だけでなく DDL のリリースをテストする際にも便利に使うことができますフラッシュバック DB のリストアポイントは RMAN バックアップの代替にはなりませんリストアポイントは誤って指定しフラッシュバック DB に失敗した場合やフラッシュバックログの保持期間を過ぎて削除されてしまった場合など DB を R マンからリカバリしなければならないケースというのは、稀に発生します。両方をう,うまく併用して使い分けると良いと思います。参考まで、フラッシュバック DB の仕組みについて少し触れておきたいと思います。こちらの図は、オラクルコアというジョナサン・ルイス氏の書籍を参考にしています。フラッシュバック DB を有効にすると、 ブロロッッッククの更新前イメージがフラッシュバックログに出力されますしかし全ての更新が記録されるわけではありません例えばこちらの図の図のようにあるブロックが1から10の状態に変更されていくときフラッシュバックログには遺産的に例えば2469のような状態だけが記録されますリカバリー時 このブロックイメージを使用し DB の特定の過去時点に近い状態にまず戻します。例えば SCN150 のリストアポイントを指定しフラッシュバック DB でリストア、リカバリした場合150より前の2の状態のブロックをリストアします。そしてここから150 までのはリドを使ってロールフォワードして目的の SCA に合わせるということを行いますこのことからフラッシュバックログの出力量は更新ブロック数に依存することそして更新ブロックが散らばるようなケースでは集中するケースよりも出力量が増えるということが想像できますまたフラッシュバック DB にはリカバリ時にフラッシュバックログだけではなく 必ずアーカイブログが必要ということも理解できます実際のテスト時のフラッシュバックの活用イメージをご説明しますまずデータ仕込み済みの初期断面で R マンバックアップを取得しておきますこれは断面を切り替えたりフラッシュバック DB のリカバリが失敗した時への備えとして念のため取得しておきます 次にリストアポイント取得そしてテストを行って終わりましたらフラッシュバックデービューこのサイクルを何度も繰り返しますで必要に応じてデータを育てる場合はデータ仕込みを行いましてまたリストアポイント設定テストフラッシュバックこのサイクルを繰り返していくということになります でテスト工程の切り替え例えば性能試験から運用試験用にデータを切り替えるといった場合はデータを初めからこう作り直して初めからまた同じサイクルを繰り返すということをやっていきますこの時注意したいポイントとしてはインカネーションまたぎのリカバリが発生しないようにテスト計画を立てることです。 こちらの図のように例えば性能試験用のバックアップ運用試験用のバックアップがあった時一度性能試験用のバックアップからリストアして不完全リカバリしてしまいますと次にこの運用試験用のバックアップをリカバリする際にインカネーションをまたぐ形になりますこれをリカバリするにはインカネーションリセットということを行う必要があり リリカバリ時の難易度が高くなりま,すまたそもそも PDB レベルでのインカネーションリセットというのは 19C ではできませんなのでなるべくテスト計画時にこのようなケースを避けるようにした方が良いと思いますなお 21C では PDB でリセットインカネーションが使えるようになっていましたこのような 地味なながらも確実な進化は歓迎したいいとと思ってまますす最後にまとめです本日は 19C 以降の性能検討ポイントとしてオプティマイザーの移行保留統計の活用スマートスキャンの活用テスト効率化について設計工程で考慮すべきポイントをお話ししました。 総じて設計工程できちんと検討すれば大きな問題は未然に防ぐことができると思います。残りの問題は試験工程で品質を確保していくということになると思いますがここで発生する未知の問題の解析には若干難しいものがあると思います。蓄積されたノウハウの活用や有識者の確保ということが重要になってくると思います。 設計工程で現行の運用課題に対して新機能がどう活用できるかというのを盛り込む検討すると良いと思います。もちろん現行の運用を変えるのにはかなりパワーが必要かと思いますが、えー、強い思いと情熱があれば必ず実現できると思います。まあ、これからあるいは今まさに中級シーに移行されるプロジェクトにおいては本日お話しした内容が少しでも参考になれば幸いです。 Cloud DB Shaping Your New Normal